はい、どうもすいません。ですね、G 名75のですね、1を見たんですけどね、非常に面白くてですね、やっぱね、昔の、ドラマですね、まあまあ、今もね、もう面白いのあるそうなんです。なんでしたっけね、コオロギで話題の、女優さん、なんでしたっけ。セーラー服と機関銃のね、方の話ね、私何回もしてんですけど、いや、名前忘れちゃった。三浦春馬さんのですね、三浦春馬さん主演じゃないんですけど、なんだっけな、なんでこれ やばいな、もうちょっと題名が出てこないですね。まあ、セーラー服と機関銃の薬師丸さんじゃないですよ。方ね、エルピスでしたっけ。なんかそれがね、元テレビディレクター、サッキーチャンネルさんがですね、面白いっておっしゃられてたんで、ちょっとそれ見たいんですけどね、なんか、だから、まあね、みんな面白いですけどね。くだらないのもね、いっぱいありますけどね。くだらないっていうか、くだらなくていいんですけど、くだらなくていいんですけど、面白ければいいんですよね。全然面白くないのあるじゃないですか。全然。何にもかすらないっていうかですね、そういうのあるじゃないですか。ないですよ、お金。それでですね、G 面75でですね、まあ非常に、まあちょっと、まあ乱暴っていうかですね、まあそうしないとね、まあ視聴率がね、取れないですからね、一番のね、あれですよ、インチキっていうかですね、あれが、浅間山荘事件っていうのがあるんですけどね、浅間山荘事件、あれ全部ね、もうクライシスアクターですよね、警察も何もね、お芝居ですからね、で、当時はね、ビデオとかそういうのないですからね、最高視聴率なわけですよ。あんなこと、鉄球なんて打ち込むわけないですからね。まあそれをね、私長年言ってきてんですけどね、それでね、暴いた人がいてね、暴いたっていうかね、もう今、いっぱい出てますけどね、3億円とかですね。3億円とか、和歌山のカレーのあの人とかね、全然何もしてないですよね。そのね、もう全部出ちゃってるんでね。最近はね、安倍総理大臣のね、もうみんなでやってますよね。これはね、あれだってね、それで前、それ動画聞いたことがあったんで ちょっと注意してんですけど。まあでもね、お味噌チャンネルさんっていう方のね、全然平均みたいだね。あと、超次元ライブの200番ですね。あとね、3億円事件をね、私もその前からずっと言ってたんですよ。これおかしいでしょってね。こんなね、それはもうずっともう、浅間山荘でもいろいろ分かったんでね。あと、モーニング娘。さんのやつとかね。まあ、あといろいろいっぱいあるんで、それも全部記録してね、ブログに書いてあるんですけどね。あと、相模原の事件ですね。相模原のあれも全部嘘なんですよね。あれ嘘ですよ。演劇ですよ。だからね、まあ、協力されてんでしょうけどね、お金もらってね。そんなこと言うとね、あれだと言われるかもしれないんですけどね、もうそれも本当に別に私なんか何言われたっていいんでね、嘘は嘘なんで、嘘は嘘なんですよ。本当嘘は嘘なんですよ。こんな話すると思ってなかったんですけどね、まあいいや、ね、嘘なんですよ。だって50分でね、何人でしたっけ？殺せるわけないですからね。殺せるわけないですよ。50分間っていうね、それで出てますからね。私のページに書いてありますけどね。トップのトップに書いてますからね。相模原のね。まあ、他にもね、いろいろ、あと何でしたっけね。あとは、まあ、遠隔操作とかそういうのもありますけどね。遠隔操作が簡単でね、もう、いろいろ乗ってるじゃないですか。だから日航機ね。日航機は遠隔操作だってね。それね、言ってる、
言ってる人がいるんですよ、うん、で私もそうじゃないのかなって。で当時ね遠隔操作の技術があったのかって言ったらあると思いますね、うん、あると思いますよ何でもね、うんうん、あのあれですよだってあの火星とかね月とかね、うん、あの当時なんだっけそのパソコンの話が出るんですよ月とかねあのあのよく結構ねツイッターとか見てるとたまに出てくるんですよね、当時のですねパソコンのこの性能でこんな月にね、行けるのかみたいなねそういう話がねいっぱいこう、まあ、それフラットアースっていうねあの地球平面説をねやってる方詳しいですけどね、うん、もういろいろねご存知ですよね、はい、まあ、私もそこまでねまあ、ナイル川の謎とかね、それはね、知りたいですけどね。ナイル川の、ナイル川って長いんですよ。長いんですよ。超長いんですよ。あの、乗ってるんですよ。うん。日本列島より長いんですよ。何倍もあるんですよ。うん。それどうして水が流れんのかっていうね、重力は存在しないっていうですね。うん。それも長年ね、もう何、もう何、もう何百本も喋ってきたと思う。何百本は言ってないかな誰も聞いてくださらないですけどね、うん、まあいいんですけどね、まあいろいろですねフラットアースもね、うん、もうフラットアースまあこんな話すると思ってなかったんですけどなんかねあそれでですねGメン75で最後のあのね、まあ、まあ言うのやめよう見てくださいね。あ結構ね再生されてですね、あのまあね女優美しい女優さんがね出てこられるわけですね。それでねあのあれですよあの裸の大将ってね一生懸命言ってるんですけどあれが面白いからね裸の大将とあの、うん、裸の大将ねおにぎり食べたくなるんですよ。おにぎりねでっかいおにぎり食べたいな。あのコンビニのやつとかじゃなくてねおにぎり食べたいですよ。本当の美味しい。おにぎり屋さんってね、あの、そういうのね、出来たてのおにぎり屋さんってね、こうね、1個100円とかでやればね、流行る、100円じゃできないのかもしれないですけどね。まあ、あると思うんですけど、高いと思うんですよね。うん。うん。だからね、そういう、なんかね、移動販売とかでできないのかなとかね、うん。もうちょっとね、考える、まあ私はできないですけどね、うん、まあでも難しいのかもしれないですね、うん、でも炊きたてのねおにぎりはねやっぱ美味しいからですね、うん、もう全然もう違うじゃないですか、うん、でコンビニのねご飯の話はねもうツイッターにいっぱいもうねもうね山崎パンとかねいっぱい出てるからねあのマーガリンの話とかねマーガリンはアリさんが食べないとかですね。だからなんか日本だけみたいですね。マーガリンっていうのね。うん。あと SDGs ですよね。あとマイナンバーカードね。あと何でしたっけね。まあ、もうみんな日本だけみたいなんですよ。うん。まあ今流行りのね、あれもね。うん。もう外国なんかもみんなやんないですよね。あれとかあれとかね。もうツイッターね、あの見てない方はね、わかんないですよね。あの、言論の自由っていうのがね、もうツイッターしかないんですよね。うん、まあまあ、ブログはありますけどね、ブログはね、平気ですけどね。でもブログなんてわざわざ見ないですもんね、わざわざね。うん、よっぽどのことがない限りね、検索して見ないんですよ。やっぱりですね、YouTube なんですよね。YouTube さんで。ツイッター、YouTube ね。ただツイッターやってる人はね、これトレンドとか見ますからね。トレンドでもすごいですからね。うん。あの、ツイッター見てないとね、あの、もう、スピードが速いですからね、今ね、うん。トレンドだって毎日毎日もうすごい変わっちゃうからですね。あの、もう追いつけないですよ、私もね。うん。まあ多分ね、まあ別に追いつかなくていいんですけどね、私ももう4年間もね、こんなことやってきたからですね。うん。5年目ですよ、もう。まったくもうね。だけど、南エアシュタールさんとかね、十何年とかね、ラプトさんとかですね、もうね、もっとやってるわけですね。船瀬先生とかね、
チャンネルズーっていうチャンネルがあるんですね。ZOO ですね。33とか911とかですね。全部33になるんですよ。911なんですよ、あれ。34とかね、912にはならないんですよ。ならないんですよ。33か911にはなるんですよ、これがね。もう全部なるんですよ。だからね、全部教えてくれてんですよね。美学って、支配者の美学っていうかですね。そういうのがあるんですけどね。まあそんなことね、いっぱいね。123ですよね。666ですね。520ですね。あと46ですよね。乃木坂、なんとか46とかね。地球が生まれてから46億年とかですね。あとね、太陽の距離とかね。ニコンのカメラでね、100キロまで撮れるニコンの5万円のカメラでね、38万キロのね、月のクレーターが撮れるとかね、意味わかんないんですよね。1億5000万キロとかですね。まあ、そういうのいっぱいね、載ってますんでね。まあ、ご興味があればですね。何の話なんだろう。それでですね、すいません。G メン、こんななると思ってなかったんですけど、もういいやですね。もうせっかくも10分も喋っちゃったんですね。G メン75でですね、ほら、あの曲ですよ。あの曲がですね、いいんですよね。あれがもう結構流れててですね、まあ、G メン75ってね、私見てなかったんだよ。見てないんですよね、子供だからね。見てないんですよ。だから知らないんですよね。テーマ曲は知ってますけどね。ダララララララで、その曲を教わってね、何回か弾いたんですけどね、それ聞いちゃったんで、また弾きたいと思う。一個だけ FC2 残ってるかなと思ってね、FC2 でね、ダウンロードできないとか思って、ずっとね、悩んでたら、録音すればいいんじゃんって言って、ね、どうせ私の音楽なんだから、録音すればいいじゃんってね、ふっとね、思ってですね。それで今はね、一日ね、何曲かやってますけどね。それでですね、俺がね、今日はハイライトでですね、ここに来るまで12分かかっちゃいましたね。すいません。パンツが見えるシーンがあるんですよ。ね。で、それがね、非常にこう、ひらひらっていうですね、このひらひらっていう、このひらひらって、ひらひら、ひらひら、レコードの針が飛んだんじゃないんですよ。本当にですね、美しい。これがですね、美しさなんですよ。これがですね、分かってないね。この美しさがですね、理解できる、まあ、できると思うんですけどね。だから、だんだんそういう傾向にはなってきてんじゃないですかね。なんかね、まあ、ツイッターとかフェイスブックでもね、こう、そういうの、ね、メールとかね、なんかそういうのいっぱい来るんですよ。なんかね、それ、まあ、やってる人はわかると思うんですけどね、申請が来たりね。押し付けられてもね、ダメなんですよ、やっぱりね。人間ってですね、自分が見たいものは自分で探すんですよ。そういうことなんですよ。あとは、もっと言うと、例えば苦しい人生ですよね。私もお金がなくて苦しいじゃないですか。だけど、それも、人生の計画の一端であり、そこを経験することで、なんですかね、こう、まあ、うまくいくような人生になるっていうかですね、そういう、まあ、南エアシュタールレディオさんとか聞いていただくとわかるんですけどね。1円もお金かかりませんからね。YouTube ですからね。全然お金かからないんでね。でも本も出てんですけど、本もしですね、読みたかったらですね、図書館で借りればいいんですよ。図書館でね。それでお金1円もかかんないんでね。1円もかかんないからね、いいんですよ。YouTube 再生すればね、広告収入が入るわけだからね、いいんですよ。私なんかね、YouTube 始めてね、すぐね、停止になったからね。もう関係ないんですよ。もう全然、何にも関係ないんですよ。だからね、この、まあ、苦しい人生ですね。で、私みたいにですね、こう、なんか不器用でですね、苦しい方って結構いらっしゃるわけですよ。
まあまあね、あのスイスイ渡っていける方もね、まあまあそれのが少ないかな。私なんか人にこびるのとかね、こびますけどね、それはね。あとまあ尊敬する方にはね、もうこびますよね。尊敬する方はね、どんなことでもね、どんなことでもですよ。だけど、こびることができないのがね、将棋ですよね、あれね。あれだけもう許せないんでね、もう将棋連盟をね、もう全部敵に回してもね、もうこうやってますけどね。まあ、将棋ね、だけど、まあ、それもね、まあ仕方ないのかもしれないですけどね、何がどこまでどうなのか私はわかんないですけどね、まあ、将棋のね、あの話をね、あとね、あれの話とかね、いっぱいね、もうツイッターに出てますんでね、私のページにもね、トップページにもいっぱい書いてありますんでね、だから、大人はいいんですけどね、あの、子供に対してね、子供に対してやっぱ嘘をついちゃいけないと思うんですよ。そこだけはね、もう、私殺されてもね、まあ拷問されたらあれですけど、負けると思いますけどね。それだけはね、譲れないんですよね。まあ武士道とは言わないですけどね。もう根底になんかそういうのがあるもんですから、別にね、何も怖くないしね、殺されるのも怖くないですしね、別に全然死ぬのが全然もう全然怖くないからね。だからそういうのもね、アシュタールレディオさんね、南アシュタールレディオさんね、聞いてるとね、もう全然もう、ああ、死ぬっていうことはこういうことなのかってね、すごく教えてくださってるんでね。だからこの宇宙人っていうのをですね、受け入れるのにね、結構時間かかったんですよ。だけど、いろいろですね、宇宙人とかですね、まあ、ピラミッドってのありますよね。ピラミッドってあるんですよ。それで、まあ、そのピラミッドの謎はね、もうほぼ解けて、周波数で石が浮くっていう動画が出てるのでね、出てるもんですから、周波数で石が浮いちゃうんですよ、本当にね。これ、あれ、やらせじゃないと思いますね。嘘じゃないと思うんですよ。なんかあるんですよ。いっぱい出てんですよ。嘘だったらね、すぐ嘘だって、これ嘘だってすぐ出るから今、出るんですよ。そういうのもツイッター見てるとね、出るんですよ。出てくるんですよ。これは画像加工ですよとか、すぐ出るんですよ。暴く人がいるんですよ。何でもね。何でも暴く人がいらっしゃるんですよ。すごいんですよ。だからそれ出てこないからね、本当なんですよ。もう結構もうずっと相当経ちますよね。もう今でこれだけ私ツイッター見てても出てこないから、ね、やっぱ本当なんですよ。それでピラミッドの謎は解けるんですけど、縄文土器ってありますよね。縄文土器はね、火で炊いたんじゃないっていうですね、話があってね。まあそれ以上知りませんけど、縄文土器はやっぱすごいらしいですよね。だからそういうムーとかアトランティスになっていくわけですよ。で、超能力、第六感はですね、第六感まであるんですよ。それを切られたわけですよ。で、モーツァルトの最後の曲は、レプティリアなんですよ。モーツァルトなんですよ。タン、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 タンってね、今、昔だったらこのぐらいのテンポで弾いたんじゃないのかなって、私はね、すごくね、考えるんですよね。今みたいにね、早く弾かないと思うんですよね。音楽なんてないですしね。ないわけですよね。録音機材とかないわけですよ。電気もないわけですよ。あと最近ね、話題なのがね、電気に変わる新しいエネルギー。電気っていうのは非常に効率が悪いとかですね。で、そういうのね、もうどんどん出てきてるんでね、新しいエネルギーが出てくると思いますね。これみんなでね、こう、もう相当な人がもう人数知ってますからね、出ると思いますよ。電気に変わるエネルギーね、いろいろあるんじゃないのかなっていうね、私の想像もつかないですけどね。それでですね、このパンツがですね、見えるシーンがあってですね、
これがですね、やっぱり美しいっていうね、何を話してたんだか全然わかんないですけど、ね、なんだかわかんなくなっちゃったんですけど、すいません、本当にですね。まあでも、嘘はつかないんでね、嘘は絶対つきませんのでね、まあ嘘つくときはね、まあそれは、人を幸せにする嘘はいいと思いますけどね。絶対嘘はつかないんでね、この声のあれとかでわかるじゃないですか、みんなね。ああ、こいつはうさんくさいとかね、わかるで、わかるわけですよ。ああ、私はうさんくさいかもしれないけどね。でもね、やっぱもう苦しい人生なんでね、そう、通貨発行権ですよね。お金っていうものがなくなればですね、みんなね、幸せなんですよ。所有の概念とかですね。この土地は誰のものですってね、なんでそんなあなたのものなんですかっていうね、で、なんであなたにお金払わなくちゃいけないんですかってね、所有の概念ですよね、誰のものでもないんですよ、地球は誰のものでもないんですよ、人間のものじゃないんですよ、ね、猫ちゃん、ワンちゃんね、いろんなキリンさんもゾウさんもいらっしゃるんです、アリさんもいるしですね、だからといってね、お前は原始時代のね、じ、あの、まあ、そういう話もよく出てますよね。生活するのかって、いや、それはしないですよね。だから現状維持でね、お金だけなくせばいいんですよね。それをね、ずーっと言ってきてんですけどね。こんな風になっちゃって、どうもすいませんですね。まあ、生活保護のね、話もいっぱいね、まあ、これからね、動画いっぱい消えちゃったんでね。まあ、私は生活保護ね、まだできないですけどね。できないですけどね。まあでもね、それ慣れたらね、楽ですよね。私、お金はそんないらないですしね。まあ、欲しいですけどね。お金っていうかね、お金が欲しいんじゃないんですよね、人間ってね。違うんですよ。違うんですよ。これをやりたいとかなんですよ。そう考えないといけないんですよ。そうしないとお金が入ってこないですよっていう話はね、いっぱい出てるんですけどね。まあ、その辺は私はわからないですけどね。まあでも、そうなんですよね。特に女性なんかね、安全安心が欲しいわけですよね。だからお金がなくなればね、安全安心で誰も働かなくていいしね、働きたい人は働けばいいしですね、どんどんロボットになってますしね、働いても13万ね、生活保護でも13万ってね、なんかどんどん再生されててね、毎日毎日ね、もうびっくりでございますよ、もうありんね、だから、まあ、人の役に立たなくていいんですけど、人の役に立たなくていいんですけども、まあ、そんなこと考えて私やってないですしね、やってないですしね、自分が言いたいことを言ってるだけなんで、どうもすみません。パンツがね、見えるシーンがね、非常に美しいんですよ。ね。で、他にもね、そういう、だからですね、ちょっとね、この後ね、またこのちょっと違う漫画のね、話をね、あれですよ。なんかね、まあ、いい漫画ね、昔の漫画、いいのいっぱいあるんですよね。あるんですよ。で、アニメにしちゃうとね、やっぱりね、こう制限とかね、いろんなことが、アニメと漫画は全然違うものなんだよね。ドラえもんだってですね、ドラえもんアニメになった時ショックでしたけどね、全然なんかね、漫画読んでたのでね、私ね、ドラえもんは完全にもショックでしたね。でもまあすぐ慣れちゃうんですけどね。すぐ慣れちゃうんですけどね。まあ今のドラえもんなんかちょっと見れないですけどね。なんでこう、まあでもね、子供はね、そうやってこう、それを受け入れるわけだから。ね、サザエさんだってね、最初のサザエさんとね、今のサザエさん全然違うじゃないですか。携帯電話出てくんのかな、サザエさん。見てないですけどね。スマホとか出てくるのか。あ、24分になっちゃった。はい。どうもすいません。はい。G メン75ですね。ぜひご覧くださいますね。他にもね。キャプテンウルトラね、900回ぐらいまで再生されて、止まりましたね。どうもすいません。もう本当に申し訳ないですね。はい。どうもすいません。
ね、まあでもね、それね、残ってるからね、本当の動画ってね、残ってればいいんですよ、なんかね、美しい女優さんの話ね、これからもね、したいと思うね。あ、そうそう、だからね、裸の大将ね、もう一回見てですね、もう一人お一人を一人ずつね、こうね、やっぱね、違ってね、本当にね、美しいんですよ。これがですね、美しさなんじゃないのかなって、こうね、思うわけなんです、ございますよ。はい、まあね、新しいドラマ面白いと思いますけどね、あ、エルピスってね、エルピスを見たいですよね。あれはなんだっけ、知らないっけ、そうそう。そんなに面白いと思わなかったな、何でしたっけ、詐欺師の話ですよね、詐欺師の、あれ。なんかちょっと見たんですけどね、まあまあまあ、面白いところもありますけどね、どうですかね、まあそういうのはね、人によりますからね、人によりますからね、何が面白いかってね、キャプテンウルトラ面白いですよ。めちゃくちゃ面白かったな。びっくりですね。ウルトラマンぐらい面白いですね。まあウルトラシリーズですけどね。はい。どうもすいません。長くなっちゃった。失礼します。はい。